えん、えん、らー何それ、何その気合いの入れ方。兄貴がだんだんアホに見えてきたっす。最初からアホだよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。入学早々大変な事件ばっかりだったけど、そんな状況にも僕はなぜかワクワクしていた。なんかあれやね、見れば見るほど特殊な形やね。音量なんてものが現れたり、空からいきなりメテオが降ってきたり。こんなでかいもんか。Y 学園での出来事一つ一つが、あの横にあるやつって図書室かな。僕に驚きと感動を与えてくれる。本開いとるみたいな形になっとるやね。こうして、僕のたまたまの人生は少しずつ変わり始めていたんだ。なんか中心部の建物が結構新しそうやけど、なんでここはこんなレトロな感じなんやろうね。まあ周りも結構和風な感じの家っぽいけど。眠そうだな。なんだか眠そうね。夜更かしでもしたの？食堂の感じもなんかいいね。いやちょっと古っぽい感じ。昨日眠れなかったんで、いっそ一晩中羊数えても寝ないチャレンジやっててさ。なぜわざわざ、普通に起きとったらまだマシやったかもしれんのに。何その斬新なチャレンジ。1万を超えたあたりから羊の幻が見えるんだ。うわ、すごかったぜ。それはもう寝てよかったんじゃないのかい。それならこの前開発した自動羊カウンターを貸してあげたのに。それはそれでどうなん？もはや寝たいのか寝たくないのか。それはそれで全然別に眠気には関係ないんじゃ。あ、もうこんな時間だ。急がないと遅刻しちゃうかも。あ、今これ朝食ってこと？じゃあ早く食べちゃいましょう。これってさ、いいな、なんか宿舎。ね、学校行く前にも朝食を出してくれるのね。寝ないで。お金はいるんかもしれんけど。でもいいな、いいな。食券買ってとかそういう感じかな。お、登校隊員来た来た。さあ行くぜ。なんか仲間ついてくるのめっちゃ遅くない？なんでそんなにも時差があるんすか？ほんとこっち方面ということかな。いや別にどこからでも入っていいんやろうけど。ここか。誰か。おはよう。あれ？これ、ここじゃないの？あ、ここじゃないやん、全然。待って、どこ？こっち、こっちか。くっ。え？あれ？こっち、こっちか。うわぁ、もういろいろとわからなく。やばいっすね。未だに迷子になるよ、私。ウィーっす。答えれんかった。ごめんね。無視したわけじゃないんだ。はい、投稿完了。あれはベンチなの？なんか物とかいっぱい置いとるけど。何してるの？机かと思ったんやけど。随分盛り上がってるみたいだけど。何、雑誌？あ、新聞。ふぶきさん、さっきからみんなでワイタイムズを読んでたんだ。校内新聞的な感じ？ワイタイムズ？ワイタイムズ編集部が出してる学園新聞だよ。学園のいろんなニュースが載ってるんだ。なんか小学生の時にさ、自分らで新聞とか作ったことあるけどめっちゃめんどくさかったんやけど。ジンペイ君まで夢中になってるけど、そんなに面白いこと載ってる？エンナ先生の特集記事が載ってるんだよ。おお、もうなんかいつもエンナ先生、エンナ先生やね。ああ、そういうことか。なるほどね。恋愛相談コーナーとかそういう感じ。自分用、保存用、鑑賞用の3部を確保しているよ。おお、保存用、鑑賞用、自分用。エンナ先生のすべてをこの手に。我が生涯に一片の悔いなし。もう目がハートになっとるやん。ずるいぞ、キュービー先輩。じゃあ自分もゲットすればいいじゃないか。これは何、買うの？普通に配られる。あの恋愛禁止の呪いを解いた学園のヒーローたちがついに判明。徳田ねな、徳田ねや、徳田ね。この子が新聞部の子ってこと？ YSP クラブ、ついに特ダネを掴んだわよ。じっくりとインタビューさせてもらうわ。もうちゃんと呪いは解けたんやね。よかったよかった。誰？ああ、ごめんなさい。挨拶が遅れたわね。こんだけワイタイムズで盛り上がっとっても、その発行しとる。私は特ダネな。ワイタイムズ編集部の編集長よ。
ちゃんと把握してないんですか。ズバリ聞きます。恋愛禁止の呪いを解いたのはあなたたちですね。おや、そう思った。で、ご褒美になんかくれんのか。これは恋愛禁止の呪いを解いた僕らへの取材ってことですか。だからそう言ったじゃないか。取材、あれ、それよりエンラ先生が乗ってるワイタイムズくれ。さっきフクちゃんあそこに座っとったっけ。なんか宿題中。いやいやいや、やっぱり私の調査は間違ってなかったってことね。あ、一応聞き込み調査的なものをしてここってたどり着いた感じかな。では YSP クラブの皆さん、改めてインタビューさせてくれませんか。恋愛禁止の呪いは多くの恋する生徒たちを悩ませてきたわ。それを解決したあなたたちをワイタイムズで取り上げたいのよ。そうすればあなたたちは学園の注目の的になること間違いなしよ。そうなるとエンラ先生の乗ってるワイタイムズはもらえたりするか。めっちゃもらいたがっとるやん。意外としつこいね、チンペイくん。こっちの話は聞いているのかって感じやけど。ワイタイムズで YSP クラブを扱ってくれればクラブの人気も上がるかも。てかさ、校舎がロボットに変形したりとかしとんやけん、別に取り上げてもらわんでも十分周知されてるんじゃないかと思うけど。中の人らがどんな人らかは周知されてないってことかな。じゃあ決まりね。早速インタビューを始めましょう。おう、どんとこい。はい、インタビューはこれでおしまい。みんなずっと立ったまま。後で記事にするから楽しみにしててね。じゃあ俺確実に席足りんよね。 YSP クラブさんには Y タイムズを毎日お届けするわね。おお、マジで定期購読させてもらえるってことだね。やったー。あ、買わんといかんのやね。ついでにエンラ先生が乗ってるやつを。無料じゃないんか。しつこい。 Y タイムズについて。リアルで1日が過ぎた時に Y タイムズが見られるようになりました。1日の切り替わりは午前6時です。リアルタイムでか。 Y タイムズには1日1回限定のミッションや事件サークルなどが書かれています。クリアした時にはチェックもされるので確認するのに便利です。事件サークルっていうのは要はそのミッションってこと。メニューを開いて Y でも Y タイムズを見ることができます。あ、これが Y タイムズ。今日のお悩み相談、サバゲーバトルロイヤル、とどろき叫ぶ青春の声、超次元ドッジボール。なんだいそれ。事件に注意、レディーストーク盛り上がり中。よくない別に。あっちもこっちも揉め事発生。今日の注目ミッション、ドアに巻きたる絶望の螺旋。何そのちょっとかっこよさげな感じ。YSP クラブ訪問。そうなの、マクロミクロ。何それ。今日のガシャコイン配布、部長から5枚プレゼント。マジで?ありがとう。それはあれか。ガシャブっていうことか。ガシャコイン配布によりガシャコインを5枚手に入れた。あなたたちはこれで、学園の中でますます注目されることになるわ。これで、他の七不思議まで解決した日には、もっとすごいことになるかもね。そういうもんなん?ワイタイムズとしても、あなたたちを応援してるわ。他の七不思議も解決せんといかんの、ね、あと6つってことか。僕らがワイタイムズの記事になるのか。どんな感じになるんだろう。期待。確かに見たい見たい。他の七不思議もクリアするともっとすげえことになるかもって言ってたよな。そうね、そういうの面白そう。じゃあそれをやっていくべきということですね。じゃあ次にやる七不思議考えようぜ。なんだか今からワクワクするな。なんかめんどくせえ感じになってきたな。あと6つは確実にあるってことだよね。メカ的な七不思議ってないかしら。パワードスーツが大暴れするみたいなの。まずパワードスーツはどこにあるんだい。謎のヒーローの正体はなんていうのはないかな。謎のヒーローはむしろこっちじゃないんすか。実は僕他の七不思議のこと調べていたんだよ。確か残りは巨大サラリーマン宮沢さん、呪われた古時計、ゲスノート、未来を予知するチョコレート、移りたがりの友道くん、トイレの花子さん、それはだね。夜に写真を撮ったらとかそういうことかな。巨大サラリーマンっていきなり過激なの来たわね。でも宮沢さんなんかめっちゃ普通な感じやね。呪われた古時計ってそれっぽいのもあれば
ゲスノートってよくわかんないのもある。チョコレートが未来を予知しちまうのかよ。これってなんかいろいろと解決する順番とかも自由にチャレンジしていいみたいだね。おお、なんかどれも面白そう。どれにしようかな。確かになんか宮沢さんとか友光くんとかちょっと気になる。順番大事かもよ。え、順番大事とかあるんですか。エンラ先生からだ。そこだけ反応するんやね。クラブのみんなと一緒にすぐに保健室に来て。ジンベエ君、エンラ先生からの呼び出しだ。出しが行かなきゃ。次なる指令かもしれないね。あれ、残りの恋愛禁止の呪いに続く次なる指令だとすれば、当然エンラ先生の指令が最優先だろ。どっちでもいいんじゃない。待てよ、恋愛禁止の呪いがなくなった、つまり恋愛解禁となると、エンラ先生に行くんすか。もはや僕とエンラ先生の仲を妨げるものは何もないってことじゃないか。こんな大事なことに今頃気づくなんて、僕はなんてバカなんだ。じゃあ今までのこう取り巻きの女の子たちは待てい、ちょっと失神って感じなんかな。キュービ先輩とエンラ先生の間には俺という巨大な壁が立ちはだかっていることを忘れるな。君が巨大な壁？笑わせないでくれたまえ。陣平よりは多分キュービの方が。君は僕とエンラ先生の間に漂う空気みたいなものだよ。空気？そこ！どうでもいい会話やめて早く行かないと。そうよね、そうだな、何かしらエンラ先生のところへ指令ということよね。レッツラゴーだ。もう向かったやん。あ、ずるい、俺も行く。あ、ちょっと待ってよ。まったく、他の部員たちは置いてけぼりだな。よし、どんと来い、学園七不思議。あれ、やっぱり七不思議のことなんか。びっくりした、なんかと思った。いいねの評価によりワイドロップを3個手に入れた。よし、動けん。 Y タイムズ、今日のお悩み相談。あ、さっきのは、え、さっきのはレイ超次元ドッジボール、男の肉体美選手権、波打ち際のマッチョ祭り、新作映画の撮影。波打ち際のマッチョ祭りが気になる。事件に注意、ヒーローごっこ大ブーム。今日の注目のミッション、トアに巻きたる絶望の螺旋。ん？一緒じゃない？で、この今日のガシャコイン配布も多分一緒、YSP クラブ訪問も一緒。何なんだろうか。あの二人、エンラ先生が絡むとすぐに暴走するんだから。あ、この子たちあれや。さっきあの、ワイタイムズに残った、YSP 訪問って書いとった子らや。エンラ先生だから、保健室だね。毎日なんか、誰かしら来るの？入部ですか？そうなの。ここって例の YSP クラブ？噂は本当だったとは。まずは我が輩のカード、もらってくれます？お、女の子で一人称が我が輩、個性的だな。そうなの、生徒カードをもらった。求人ボードにセットしよう。あ、生徒カードを渡してくれる子が、一日に、ま、数人ほど来てくれるということ。いいっすね。よきよき。君は同志だと思ってるので、じっくり語り合いたいですね。何？何の同志だい？ええ。ここは YSP クラブでしょうか。私、マクロと申します。このクラブが気になってましたの。どうかこれから仲良くしてくださいね。マクロミクロの生徒カードをもらった求人ボードにセットしよう。はい。あなたとはお友達ですし、今後ともよろしくお願いいたしますね。であれやろ、全然別の部活に入れたりとかするんやろ。だって YSP クラブないもんね、入れるのに。じゃあ、とりあえずそうなのは、じゃ、特撮ヒーロー同好会ってこと？全然全世界名部の方がいいと思う。ねえ、全然全世界名部に入らん？え、そうなの？入れんやん。その枠にセットするには、素子面のレアリティが3必要、そんなのあるん？レアリティ？どこに書いとん？レアリティって。あ、これ1ってこと？あ、ほんとや。なるほど、そういうこと。11134ってことか。ってことは、チアリーディングではないやろ？あれ？こんだけしかなかったっけ？あ、違うわ。さ
サッカー、テニス、チアリーディング、特撮ヒーロー同、じゃあ特撮ヒーロー同好会よね。だとしたらそうですね。はい。もう一人、マクロミクロ、どうしよっかな。でもまあ、特撮ヒーロー同好会かな。って感じがするけん。はい、特撮ヒーロー同好会。じゃ、この二人ね。なんでこんなになんか距離感が違う？映し方の違いとかあるんや。ねえ、なんか、そうなの結構体映ってない。他の子たちと違うね。よし、それじゃあ行きますか。出させて。これで、保健室へ。あ、どうもどうも。うっす。うっす。え？こっちか。お、レディーストーク。でしょ？何？話に混ざりたい感じ？あ、これは、あれか。Y タイムズに書いとったやつ。あ、なんか、前の、中二病とか、あんな感じみたいに、今日起こるのは、これだけ、みたいな感じ？あの、Y タイムズに載っとったやつ。そうね。イェーイ、面白い。あんた気に入ってからこれあげちゃうよ。調和のタクトを手に入れた。アイスピックかと思った。ありがとう。タクトってあれよね、指揮棒ってことよね。よし、保健室に向かいますよ。なんかわざわざさ、あれだよね。おっす。物質がめちゃくちゃ遠いんよね。こんにちは。ん、君は？うん。君、僕の生徒カードが欲しいの？演習率。それじゃあ僕の出す条件をクリアしてみてよ。お、クリア済みー。もらいます。伝説の黄金比を1個渡した。本当にクリアするなんてすごいな。僕の生徒カード大事にしてね。演習率の生徒カードをもらった。求人ボードにセットしよう。じゃ、この子は確実に勉強系やんね。ということなので、絶対全然次回名部やと思うのに。ちょっと待って、さっきのさ、あの子のレアリティはなんぼなん ?3 ではない。1ばっかりやな。レアリティ高い子たちってどうやってゲットするん？なんか、わかりづらい場所におるとかそういう、あれか、わかりづらい場所とかじゃなくって、ゲットしにくい、なんか、アイテムとか、条件が難しいってことかな。特撮ヒーロー同好会がランク2にアップ。イエーイ。これで集まっていきよるぞ。いい感じやぞ。特撮ヒーロー同好会。保健室、保健室。ここ、じゃない。ここ、じゃない。あれ、保健室遠いな。こんな遠かったっけ？あれ。なに？誰？霧隠れラント。あ、なんだ？誰？なんか主人公に敵対する組織みたいな感じ見える。あれは生徒会長の霧隠れラント先輩。この学園を取り仕切る権力の頂点。時に君たちは新入生のようだな。思った感じの声じゃなかった。低いね。霧隠れラント、なんかあれやね、忍法とか繰り出しそうな感じ。そうか、君たちだな。学園長の直命で設立された YSP クラブというのは。そうです。そうであります、生徒会長殿。恋愛禁止の呪いを解明したからといっていい気になっているのではないか。別にいい気になってるわけではないけど。それはもういい気になっているであります。めっちゃズバッと。まあいい、今は認めておこう。君たちに助けられたことには変わりはない。助けられたんやね。恋愛しとったんかな。そんなこと。ラント君。FST タイムは長いようで短い。廊下で油を売っている時間はないぞ。今のところサクサクサクっと解決しよるけど、まああれか、短いなって思ったり。15時から18時までの3時間。することもあるんか。FST、フリースタイルタイムと呼ばれている。3時間。ゲームの中の3時間っていうのは一体どれぐらいで、リアルタイムじゃないよね、これ。それぞれの生徒たちが、クラブ活動や自己表現のための活動をして自分を磨く時間なの。活動によって消費される時間に差があるとかそういう。そんな大事な時間に
君たちは一体何をしているのかな。保健室に向かってます。指令を聞きに。僕たちは次なる学園七不思議に挑戦しようと思っています。というかフリースタイルタイムなんやけん口出しすんでよ。あれ、遠羅先生のとこに行くんじゃないのか。し、純平くん今は静かにして、ややこしくなりそうだから。何をこそこそ話している。でも指令受けるんやけんいいやんね。いえ、なんでもありません。遠羅先生が関わっとることは秘密とかそういう感じ。まあいい。残りの七不思議案件も君たちが解明できるとでも言うのか。解明するつもりです。できると思います。なんかアホの子みたいやね。恋愛禁止の呪いの一件では学園内で大変な騒動になってしまった。まあね、ロボットまで出たけんね。これ以上君たちの活動が学園の品位を損なうようなことがあれば廃部に追い込む。それは学園長に言っていただかないと。学園長の直命の部であろうと容赦はしない。覚えておくがいい。この学園は実質何影の権力者なんすか。この霧隠れラントによって掌握されていることをな。なんかめちゃくちゃお金を払っとるとか学園に。そういう感じですか。あいつそんなに偉いの。ああ、彼の権力は学園長にも匹敵すると言われている。でも匹敵するだけで超えてないんやったら大丈夫やろ。この僕を含め学園の誰もが一目を置く存在さ。いい。まあ雰囲気だけはすごくいい。そういうの好きそうやね。なんかマタロウくん。やっぱ生徒会は強大な権力を持っているもんだよね。いやそんなの漫画とかドラマの中だけよ。これぞ学園のアニメの王道。まあね、アニメの王道ではある。実際の生徒会にそんな権限全くないよね。私あれはもう花より団子を見ながら。どうでもいいんだ。現実絶対そんなのないやろって感じやった。先生のところに行こうぜ。ラー。何それ、何その気合いの入れ方。兄貴がだんだんアホに見えてきたっす。最初からアホだよ。それにしても生徒会長存在感がすごい。同盟会ですね。君、同盟を組みたいんですか？エラ先生研究会？何それ、ブロマイドみたいな持っとるやん。熱き思い。クリアできてない。これはぜひとも同盟を組みたいんではないのか？おや、同盟の話ではないんですか？人騒がせな人ですね。よかったね。それで保健室の前にいるのか。ほら、半端なかった。 Y 学園で生徒会長をやるくらいだし、相当すごい人なんだろう。エンラ先生、チャオ。距離が近いのに声がおかしいよ。あなたの忠実なるしもべ、キュービー龍介、ここに参上いたしました。ほら、キュービーは確実に確実にあっこに入るべきじゃない。さっきの来たのね。待ってたわよ。それでエンラ先生、今日は一体何の用事なんですか。七不思議ではないんすか。あなたたちに伝えたいことがあるの。何？伝えたいこと。その響きだけで胸が高鳴ってしまう。もう君がいると話が進まないんだけども。当然それが愛の告白などではないと分かっているというのに。そりゃそうだろうよ、みんなを集めたんだから。実はあなたたちに残る七不思議案件について、やっぱり七不思議なんよね。改めて正式に調査をお願いしたいの。七不思議案件は Y 学園の生徒たちの安全を守るために解明しておく必要があるわ。なるほど。 YSP 能力を持つあなたたちにしか解き明かすことができない案件なのよ。巨大サラリーマンとかは目立つ気がするけど。分かってるわね。分かったぜ、エンラ先生。でも七不思議で語り継がれてるぐらいやけん、まあ目立つんか普通に。エンラ先生の頼みとあらば、このキュービー龍介、命に代えてもやり遂げてご覧に入れましょう。ちょうど僕たちも七不思議を解決しようと言っていたところなんです。じゃあ次の七不思議は何、自分で選べれるんかな。そうなの。じゃあお願いね。どの案件からでも、どの案件からやっても了解です。学園の平和は一応発注せんといかんのかな。かかっているわクエスト。はい、エンナ先生の平和も俺が守ります。おお。
何？またなんか取り憑かれとったりする？そしてきっと。ああ、そういうことじゃないんか。地球の平和もね。めっちゃ壮大な話になるね。よっしゃ！じゃあ早速学園七不思議、学園七不思議を解明しよう。でも、何、どれから手をつけようか。もうエンラ先生は関係ないっぽい。インスピレーションで決めるのよ。けど自由に好きなのから挑戦すればいいってことだね。ほう。え？なんか急激に目的地とかが何もなくなったんやけど、これは一体何か情報を集めなければいけないのでは。外なんかな？ちょっと待って。これ押したら、なるほど。なるほど。外かな？とりあえず。じゃあ出よう出よう。あれ、正面からも出れるんかな？いつもなんか端っこから出よるけど。ね、でもなんか玄関あっちやったよね。とりあえず出ます。お、なに？いきなりの。同盟っすか。図書部の私たちと同盟が組みたいの？ライブラリー。あ、はい、結びます。ワイドロップを1個渡した。うん。もちろん同盟を組むよ。これで私たちは仲間だね。図書部と同盟を結びました。どんな感じで協力してくれるだろうか。図書部があなたたちの役に立つといいな。お互い助け合っていこうね、ジンペイ君。了解です。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねってことで、まあ、多分、ね、エンラ先生のとこにマークは出てなかったけん、自分らで、どこでその事件が起こるんかも見つけていかんといかんってことやね。いやー、ずっと目的地みたいなのに表記してくれるんかと思った。いや、一応、表記はされるんかな。